稲川淳二は、日本の工業デザイナー、俳優、YouTuber。本名、稲川義彦。東京都渋谷区恵比寿出身。血液型は AB 型。桑沢デザイン研究所専門学校研究科卒業。三人指定の長男。ユニジェオフィース所属。元お笑いタレントで、ラジオの深夜放送で人気を博し。 テレビ番組のリポーターやリアクション芸人として活躍。また、ラジオ放送での会談が好評を博し、以後、霊感タレントとしても活動している。トレードマークは、口ひげとマオカラースーツ。会談トークの際の相性は、座長。東京都中野区に在住。自身の工房は、茨城県にある。会談の語り口は、特徴的で。 その独特の口調で聞く人に恐怖を味わわせている。タレントとしてだけではなく、テレビ番組などにデザイナーとしても出演することもある。俳優の安岡力也とは幼馴染だった。稲川の人柄の良さは、業界内では有名で、稲川の悪い話は聞かないと言われるほどである。すこぶる温厚、ユーモアのある人柄でありつつ、壮大なサービス精神を持ち前にしており、 他人のためなら自分を傷つけていいと思っており絶大なるお人よしだという。ファンに対するサービス精神も旺盛で頼まれもしないのにファンに階段をエンドレスで聞かせマネージャーに止められることもしばしば。かなりの確率でファンレターに返事をすることでも有名。インターネット上ではライブの際に控室で記念撮影をしてもらったことなどが記されたブログもある。 2003年以降、稲川自身が心霊スポットに向かい、独自の稲川説と呼ばれる心霊に関する発想、発言や建築への造形、突然倒れたり吐き出したりする映像が収録された恐怖の現場シリーズがネット上で人気を博している。かつてはおしどり夫婦として妻と共にテレビ CM にも出演していたが、1990年の正月に妻が 家からいなくなり、現在も別居中ではあるが、順次の事務所社長として、働いており、本人曰く、給料を振り込む、困れるだけの間柄。息子が二人いるが、次男は、先天性の頭蓋骨形成異常を引き起こすクルーズオン、症候群という重度の身体障害者であり、バリアフリーに関する講演も多く行っている。また、厚生労働省が2005年に、 国会へ提出した障害者自立支援法案に反対の意思を表明している。長男の稲川隆弘は俳優として活動中。2006年、大道ブレンドコーヒーの CM で元プロ野球選手の新庄強志と共演した。恐怖の現場という DVD シリーズでは、心霊がいることを証明するために、心霊スポットに潜入するドキュメントを制作しており、 科学で心霊を説明しようとする考えが大嫌いだ、と番組内で強く発言したことがある。1985年8月12日、健康番組の稲川淳次のためになる話を東京で収録後、日本航空123便で大阪に移動する予定だったが、当日は立つのが辛いほど体調を崩していた。そこで翌朝に、 国鉄東海道新幹線の光号一番列車で大阪へ向かうようスケジュールを変更、当該便をキャンセルしたため、その墜落事故の難を逃れた。一方、友人で同番組を手伝っていた美容研究家の和田幸太郎は収録後、仕様で大阪へ移動する際、羽田空港への到着が早かったためキャンセル待ちで、当便に搭乗して犠牲になった。 稲川本人はこのエピソードを、運命の分かれ目、生涯忘れられない出来事と語っている。夏場の階段ツアーの活動が知られるが、実際は冬にも階段イベントを開催するほか、階段話の取材、収集、工業デザイナーとしての仕事や、前述の障害にまつわる講演やボランティア活動にも取り組んでおり、年間通して精力的な活動を行っている。 階段以外の活動にも注力するため、テレビ出演は夏場の階談関係の仕事に絞っている。障害者運動にも携わる、幼少児は、エビスに在住しており、地元では、楽器対象的存在で、10人ほどの弟分を、従えていたという。安岡力也とは、アリス川公園で出会っているが、これといった交流があったわけでもなく芸能界入り後に、ある現場で再会して、 そこから交友が始まり、以後、リキアの島で関係が続いていた。古い日本家屋であった実家で、母親が、稲川兄弟や、近所の子供たちに語り聞かせた、怖い話を喜んで聞いていたと回想している。デビュー1976年4月より、日本放送のシニアラジオ番組、オールナイト日本2部カッコマンの後を継いで、ラジオパーソナリティとなる。 人気舞台俳優として活動していたが、1980年代、中期に貧乏、不健康というキャラクターで、バラエティ番組にも登場。一世を風靡した、フジテレビ、俺たち氷ょ族ないの一コーナー、氷ょベストテンにて、歌手役で登場。悲惨だなぁと嘆き、散々な扱いを受けるカメラに向かっての決め台詞、いかがでしたか喜んでいただけましたか という一連の流れを披露していた。日本テレビスーパージョッキーでは初期のレギュラーであった。同番組ではジョッキーマイナス1のコーナーでマイナーな商品やあまり意味のない商品をビート、たけしのツッコミを受けながら視聴者が何とか欲しがるように説明や実演を行っていた。また番組名物の熱湯お風呂に入る際はたけしがきちんと ピンマイクを外す冷静さを指摘し、その後のダチョウクラブのネタ、聞いてないよの伏線となっている。その後も、日本テレビの、ルックルックこんにちはや、TBS テレビの、痛快なりゆき番組風雲、竹市場城などのバラエティ番組に出演、体を張ったリポートと、大きなリアクションで人気を得ることとなる。リアクション芸人としての地位は、後に、 ダチョウクラブや出川哲郎が引き継いでいくこととなる。極度の音痴も芸風の一つで、一昔前のモノマネ番組では、沢田賢治の勝手に仕上がれを調子外れな音程で熱唱するのが恒例だった。俳優1987年に朝日放送のテレビドラマザ・ハングマン6及びハングマン55で悪人に対する仕置きの見本となる。 モルモットおじさん役を演じた。1992年の NHK 大河ドラマ、信長キング・オブ・ジ・パングでは、サイドストーリー的な準レギュラーとして、キリスト教宣教師に出会い洗礼を受ける美和帽子次回役を演じて、俳優出身のシリアスな一面を見せ、さらにその時にはトレードマークであった口ひげを、ソリ周囲を驚かせた。 階段独特の口調で語る階段の語り手としても知られている。1986年オールナイト富士での生き人形の階段が反響を呼ぶ。翌1987年には数編の階段を収録したカセットテープが発売され、オリコンチャートの上位にランクインする。また、1993年頃から、 稲川順次の階段ナイトという階段によるライブを毎年夏から年末にかけて行い全国を回っている。演劇帳の演出が施された稲川の階段は従来の講談や落語のようなシンプルな演出をやや派手に発展させたものであり特にテレビのコンテンツとしての相性が良かった。稲川の登場により多くのタレントが階段の語り手として メディアに登場するようになったという点で階段の現代化、ビジネス化に大きく貢献したと言える。稲川順次の階段ナイトは2019年7月時点で披露した階段460は動員するのべ57万人に達する。夏場は階段のトークライブを全国各地で行っていることから関西テレビの んぼでんぼの夏に忙しい芸能人番付で、東の横綱に選ばれた。稲川淳二自身が口にしたくないほどに怖い、生き人形という話がある。大抵、この話をすると呪いがかかると噂されている。自身の著書でも、自分のお気に入り怖い話のランキング1位に持ってくる、ほどである。スティーブン・キングの大ファンである。自身が選ぶ、最も怖い映画ベスト3として、 1>, 1位、ハイドシーク暗闇の隠れんぼ2位、ミザリー3位、キャリーを挙げている。芸能界入り前から工業デザイナーとして活動しており、車止めのデザインで平成8年度通商産業賞、選定グッドデザイン賞を受賞している。ありがとうございます。